どうも、サトクです。では今日もやっていきましょう。今日の絵はこれ。ではいつもの通りトレースからやっていきます。シャープの296ですね。ではやっていきましょう。ちょっと俯瞰、まあね、多分こっから5回ラストまでは、ラストってその200台ですね、ラストまでは多分300以降の話をすると思うんですけど、サムネ変えようと思ってるんですよ。なんかね、飽きてきたんで変えようと思うんですが、なかなかね、いい構図、気に入る構図が、無大胸筋が大きいな、気に入る構図が見つかればっていう話なんですけどね、いくつかこう試してみて気に入ったのを使おうかなと思うんですけど、いかんせんね、それをあと4つ以内にいろいろ試したいんで、なかなか難しいなと思うところがありますね。なんか一気に寒なって体調崩しそうで怖いんですけどね。よいしょ。こうかな。お尻、ちょっとお尻、まあでもこんだけ筋肉質な人やとこうなるんかな、分かれへんな。よいしょ。さてだ、だいぶ欠けてきましたね。まあはい、どうよ。あ、手ない。どうよって言うと割には手がない。まあこんな感じかな。まあとりあえず5分ですね、測っていきます。はい、5分経ちましたね。なんか胴太のような気がする。気のせいかな。気のせいじゃないだろうな。よいしょ。ちょっと大きいな。まあいいや、やっていこう。ではチェックですね。ここに合わせました。肩がこの時点で若干ずれたんですよ。ここも、ここもずれてるな。でも外側は覆ってるんですね。外角は覆ったって感じか。ここもうちょっと短かったか。ここですね。内に入りすぎてますね。まあちょっと反対側は合わせに行くの後としてここまで覆ってます。胸がちょっと巨大化しすぎた。下がってますね、やっぱり。ちょっと移動させます。よいしょ。合わせた場所は、ここですね。そうしたら、ここと、ここまでかな、合うのは。あとは、ずれてます。反対側の、
なんて言ったらいいんかな、胸とか、ね、外側に合わせてみます。合わした場所はここです。そうするとまあここも合うのかな。あ、胸もでもここが合いますね。あ、ウエストもまたここ書き直したんですよね。でまあここはちょっと出てますけど、ここはちょっと低いな。ここが合いますね。であとここも、あ、足はでもそんなにずれてはないかな。まあここはちょっと大きくなりすぎてますけど、こんだけ、ここもここでね、もうちょっと角をつければよかったのかな。手も多分ね、ちょっと動かせばね、合うような気がするんですよね。はい、合わした場所はここです。そうするとここも合う。あ、まあここは形の問題、ちょっと太さですね。で、手があったのがちょっと嬉しいです。合わした場所がここで、こうですかね。一つ一つの形はだいぶ似てきてるんですけども、やっぱりバランスですね。このバランスをいかに身につけれるかっていうのが残り4つのこの200台の課題になると思いますが、頑張っていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。本日の動画はここまでです。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をお願いいたします。また高評価やコメントよろしくお願いいたします。ではまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら。